体も自分で切れてないと多分感じてるでしょうし、まっすぐもいつもの足じゃないと思うんですよね。はい、高めのボール、ショートです、河合、ホームランを打っている河合、ワンアウトです。から鈴木アナウンサーに伝えてもらいます。鈴木さん、はい、横浜スタジアムは広島が10対8で横浜を下しました。逆転勝ちですね。そうなんですね、はい、好調の取れない河合取れません。中村が1塁受けて2塁に向かって、2塁を回って3塁の手前で止まります。戻ります。河合がある見れば可能性はあると思いますね。バッターボックスはホールスです。ただしピッチングうまいですからね、はい、悪いなりにも投げますのでね。はいです。だからまあ俺は歩かされるなっていうふうに考えたと思うんですよ。はい、1962年の今日6月2日生まれ、今日が誕生日になります。過去誕生日の試合でいい思い出というのは一つもないんだと話したコールスです。見てますよね、次のバッターがいるんでね。小森のとこでは代打川端があるんでしょうか。上の手アウトコース、ボールネットをかぶって川端が用意しています。変化球、バットが折れたような音がしました。かわいい、一塁に送ってスリーアウト。中村残念、連続で6連戦が続くんです。これ厳しいですよね。火曜日から日曜日まで全てゲームがあるということになります。さてセカンドゴロ、元木、落合へと渡ってワンアウトです。厳しい監督としてそういうイメージがあるんですが、これはいい当たりだ。センターに弾き返します。パウエルの前にランナーが出ました。2段階では僕はちょっとやっていけないような気がするんですよね。と言いますか、そうなるとやはり元のやっぱり打線の形という、4番が一番当たっててという大砲を持ってくるとかっていう形にしないと、ここまでのドラゴンズの打線です。何しろ7番の大砲3割3分1厘、中村3割2分9厘、8番バッターです、はい、で7番がホームラン18本打ってるわけですね。それが今までは良かったので点数を取ると、後半は多少諦めると、おいうで守っていくと、そういう風にいかないとこのままで果たしていけるかなっていう疑問がねちょっと持ってるんですよね。むしろ打線の中でもっとポイントを絞っていった方がいいですよね、はいはい、今だとやっぱりピッチャーが投げてて、ね、少しこう調子の悪い人がいますとね、はい、方見てますと相手ピッチャーが少し息がつけるところが出てくるので、この方がピッチャーにとっては楽かなと、もうちょっとこう詰められた方が怖いような気がするんですけどね。何しろチームでは61本のホームランを打っている中日ドラゴンズ、もちろんセリーグではトップの数字です。バットは止まっています。ヒットがもの出ますからね。4番にホームランジワジョンの大砲が入ってきたらもうこれは怖いですよ。5番に中村とかね、はい、あるいは山崎とか、そういうこれもホームラン結構打ってますから、低めボールです。パウエルは第2打席でヒットを1本打っています。今日も2打数1安打。引きつけることなんです。あ、縫い目が見えるぐらい引きつけてボールを見極めてから打ち返す、うん、これが何といってもヒットを打つ大きなコツなんですという答えが返ってきました。まあ、そういう意味はボールを打たないということでしょうね。引き付けるってことはボールは打たないということですから、小田井ゾーンのボールだけ打っていくということでしょうね。内角を引っ張る、外角は右へというパウエルです。 2-3 で4番パウエルです。ファーストランナーは立浪、
変化球引っ張ってサード正面、立浪がスタートしています。西は一塁に送ります。本当に何度も繰り返し強調しているんです。あのバッターが待ってる確率は非常に高いですからね、 50% 当たるわけですからね、そうですね、ただそのカウントを取る、はい、という意味ではエヴァンさんもまっすぐとカーブのピッチャーですよね。僕は投げられなかったことですけど、いろんなボールがね、ただそれだけ考えて投げざるを得ないわけですよね。そうですね、球種が少なくどうしてもそのコースとか高さとか低さとか、抜いたりとか入れたりとかっていうことが必要になってますからね、落ちるでしょう、はい、ちょっとまっすぐはちょっと怖いなとかっていう、どうしてもキャッチャーの投球になりますからサインを出しにくくなりますね、ポイントでやっぱり変化球になるんですよね。杉山インコースまっすぐです、詰まりました。セカンドの元木ダッシュして取って一塁に送る、一塁はどうだ、一塁